なっております。はい、そして山下選手、そして長谷川選手がどういったデッキを採用してここまで勝ち上がってきたのか、それも気になるところではあります。はい、今どのデッキが強いのかが分かる注目の第一戦、山下選手対長谷川選手でのデュエルということになります。はい、さあまずは先行がこちらが山下選手側。そうですね、山下選手側が、はい、そう今手元も映ってると思いますけど、はい、動かしているのが、山下選手のデッキの方ですね。はい、そうですね、デッキシャッフルしているのが山下選手側になってますので、はい、少し表示が間違っているかもしれませんが、おそらく後で修正されると思います。そうですね、まずは、ラビリンスですね、はい、ラビリンスサーバンツアリアンナからクックロックをデッキから手札へと加えていきました。はい、はい、これで、このターンに罠を発動することができるという効果があるんですが、そこに合わせてストービーの効果を使いました。はい、手札捨てたのがケルド。そうですね、墓地から使える効果もありつつ、はい、デッキからビッグウェルカムですよね、はい、ビッグウェルカムもセットして、手札から捨てたことによって、墓地から誘発してクックロックが戻ってきて、ラビリンスの効果を使ったので、はい、レディーオブザラビリンス、すごい一気にカード展開されてきました。そしてこのターン発動できるのでビッグウェルカムラビリンス発動するんですが、うん、デッキから特殊化する効果ですね。ここはハルウララを長谷川選手が当てております。そうですね、ここもしチェーンがなかったとしたら、はい、モンスターを特殊召喚できるんですけど、レディーオブザラビリンスの効果もあって他のトラップカードをデッキからセットすることもできたので、ここでハルウララをチェーンすることによってそこも、踏まえて防いだという形になりますね。はい、これでいきなりこのターンからトラップで動いていくことができたラビリンスデッキ側だったんですが、はい、ハルララによって少し目論見外れましたが、ビッグウェルカム墓地から発動する効果もあると。そうですね、レベル8以上のモンス悪魔族がいるときに墓地から除外することでフィールドのモンスターを戻せる、はい、レベル8がいなくても自分のモンスターは墓地の効果で戻せるんですけれども、まあ、その状態が今墓地で作れているし、ケルドもあるというところで、墓地から除外すると墓地のカード3枚まで持ち主のデッキに戻すことができますので、はい、フィールドだけじゃないと、はい、墓地絡めて2枚、そしてセットカード2枚でターンが移っていきます。はい、まあ、でもロケットスタートですよね、これはね。いや、これはラビリンスデッキの強みがかなり出てきたところですね。やはりクックロックが、はい、伏せたターンにトラップカード発動することができるということで、僕の少し前の記憶だと、はい、トラップカードをふんだんに採用したデッキとしていう印象があったんですけれども、ね、最近はこの手札から使えるクックロックだったり、はい、ストービーだったりシャンドラだったり、そういったカードを使って、相手のターンも込みで トラップカードをセットしたり発動したりという動きが主流な感じがしますよね。さあまずは先行1ターン目、ラビリンスデッキの強みを生かした展開をまずは見せていっている山下選手側。長谷川選手のターンですね、はい、これは長谷川選手ですね、はい、強欲で貪欲な壺からデッキの上から10枚除外して、裏側で除外して2枚ドローしますよという効果、はい、まずはコストを払っております。そうですね、手札を増強する、はい、まあ、これで、ね、2枚増えて高校のターンのドロー1枚もありますので、はい、都合3枚、引いた上で、手数を持って、うん、攻めに行きたいなと、はい、これでまずは手札潤沢な状態から始められる長谷川選手のターンです、はい、ピュアリーのカードが見えてますね、はい、ちょっと写真というかこの選手の表情で混乱してしまうかもしれませんが、ターン表記が映っているのでそれをあの軸に皆さん見ていただけると。そうですね、恐縮ですが失礼いたしました、はい、申し訳ありません、はい、長谷川選手のターンです。さあ増えた手札を使いまして、はい、相手というか山下選手側にセットカードが1枚あるプラス墓地のカードがビッグウェルカムとケルドがあるという状態を、はい、セットカード2枚ですかね、山下選手側。1個はエクストラデッキ、あ、そうですね、失礼しました、はい、はい、そうですね、フィールドゾーンの下はエクストラデッキで1枚セットしてあって、はい、まあ通常それが通常トラップで相手側長谷川選手側のチェーンがなければレディオブザラビリンスで、セットがあると、はい、ただいま、カメラの調整を行っているそうですね。あ、よかった、はい、正しく、表示されるように調整を行っております、大変失礼いたしました、はい、さあそしてまだ長谷川選手のターンですかね、はい、はい、まあ、セットカードを使うと同時にレディー・オブ・ザ・ラビリンスが発動してしまうのも踏まえながら動いていく、はい、まずはピュアリー・マイ・フレンド、はい、500払う、今使いましたね、500払って7500になりまして、はい、長谷川選手、ピュアリーの関連カードを3枚選んで、はい、その中から1枚手札に加わると。これは大きく本当にカメラを動かそうとしますね、これはちょっと揺れてしまって申し訳ないんですが反転しましたね、パワーでパワーでちょっと合わせに行ってます、はい、大変恐縮です、はい、これで、はい、これで正しい場面、正しくなりました、はい、申し訳ありません、見やすい、はい、さあということでまずはピュアリーマイフレンド使っていって、このカードの効果によって
して、はい、マイフレンド以外のカード3枚を選んでいきます、はい、やはりカードであれば3枚選べるということですので、はい、まあ、同じカード3枚選ぶことも可能ですが、可能ですね、このターンであればまだ使っていませんので好きなカードを、そうですね、まあ、制限カードとなったスリーピーギーメモリーなんかを狙いに行くこともできますよね、はい、ランダムですけど、うん、選んでいくのはハッピーメモリーですか、はい、3種類、これはまあどれを選んでも1枚になりますのでハッピーメモリーがそのまま手札へと加わっていきます、はい、フィールドのカードを選んで次のターン終了時まで一度だけ効果で破壊されないという効果がありますので、まあ、自分のマイフレンドを選んで、守りつつ手札を1枚捨ててピュアリーを特殊召喚することもできる、さらにハッピーフィールド魔法カードストレイピュアリーストリート、はい、特殊、はい、あ、すいません、特殊召喚されたターンにピュアリーが、相手の対象にならないという効果があります。これで少しピュアリーへの妨害を当てづらくなった山下選手側なんですが、はい、そこからデリシャスメモリーを発動、はい、手札を1枚捨ててピュアリーを踏まえて、あ、特殊召喚する効果に対して、金満で謙虚な壺を選びましたね、はい、で出てくるのがスノピュアリー、今一応対象モンスターが戦闘で破壊されないという効果もあったんですが、そこはアリアンナを対象に取って発動しています、はい、自分のモンスターは本来選びたいんですけど相手の場にしかいないので、はい、まあ、やむを得ず相手のターン、はい、相手を選びました。そのモンスターが次のターン終了時まで戦闘では破壊されないので、アリアンナが残っていれば、次のターンも戦闘で破壊されないと、はい、はい、このあたりは、ね、結構よく覚えておかないとね。そうですね、はい、そのこのピュアリのメモリー速攻魔法たちは効果があってさらに追加でモンスターを出すという効果ですので、はい、その対象先がないと効果発動できないということなんですが、さあピュアリーまず出たときに、うん、ピュアリーカードデッキの上から3枚めくってピュアリーカードがあれば手札に加わる、ピュアリー魔法トラップカードですね、はい、魔法トラップカードがあれば、はい、出て当たりマイフレンドマイフレンドピュアリープという引きになりましたが、はい、さあ何を加えていくか、まあ、マイフレンドの効果も使っているのと場にあるというところを踏まえて、はい、トラップカードのピュアリープ、はい、ピュアリープを長谷川選手手札へと加えていきました。ピュアリーエクシーズを対象にして別のランクのピュアリーエクシーズを上に重ねてエクシーズ召喚するというトラップカードなので、はい、本来ピュアリーのランクの高いモンスターはエクシーズ素材が5つ以上あって初めて重ねて出せるという処理ができるんですけど、このトラップカードはそこを無視して、ランク2のモンスターからランク7へと姿を変えることができると、はい、そのターン終了時には戻ってはエクストラデッキに戻ってしまうんですが、はい、次のターンの効果で、はい、効果で特殊ができますね、はい、強くすることができるというカードになってますね、はい、でこのピュアリーたちは今効果使いましたね、はい、2つ目の効果で手札のメモリーカードを見せてそれに対応したエクシーズモンスターに、なれるという効果がありまして、はい、今それに対して山下選手側がチェーンを考えているところなんですが、そこからレベル1のモンスターからランク2ランク7と姿を変えて成長していくのがピュアリーの特徴ですね、はい、出ました。先ほど、加えていたハッピーメモリーを見せてエピュアリーハピネスへと進化していきました、はい、でメモリーたちはエクシーズ素材になっていると効果を追加することができるんですけれども、はい、ハッピーメモリーの効果は、エクシーズ素材として持っているハッピーメモリーの数プラス1回までバトルフェーズ中にモンスターに攻撃できるんで、うん、今2回攻撃できますよと、はい、ハピネスがで、ハピネスが攻撃するときに攻撃、ダメージステップ終了時ですね、デッキからピュアリーカードを加えることができるのを2回攻撃すれば2回加えることができますので、はい、それでさらに手数を稼ぎたいなという動きになってますね長谷川選手。これでまずは2回攻撃を得つつ、さらにハッピーメモリー自体の追加効果ですね、はい、それで2回攻撃ができるというところで、まあ、クロックを倒しつつアリアンナをというところなんです、はい、アリアンナは先ほどでも一度だけ戦闘で破壊されないのはついてますので、はい、まあ、それを踏まえて2回攻撃しつつ2枚メモリーカードなどを加えていきたいなという、まだメインフェーズですよね、はい、考えているなというところですね。ハピネスがダメージステップ終了攻撃戦闘を行ったダメージステップ終了時にピュアリーカードを加える効果先ほど説明しましたが、その後ハッピーメモリーを素材としている場合追加でフィールドの表側表示モンスターの攻撃力を半分にできるので、まあ、レディオブザラビリンスがもし攻撃表示だったらそこを半分にして数値を下げて戦闘することもできたんですが、はい、まあ、自身の効果で守備表示 で守備表示で出るという効果もあり、まあ、そこは狙えず、まあ、アリアンナの攻撃力を下げて2回攻撃しに行くこともできますかね。戦闘では破壊されないんですがダメージを取りに行く動きはできる、はい、あ、ごめんなさい、一度だけじゃなくて戦闘で破壊されない、はい、なので残り続けますね戦闘では、先ほどデリシャスメモリーの効果を受けたアリアンナ、はい、ここで山下選手が逆に妨害を当てていくかどうか。そうですね、はい、このピュアリーのエクシーズモンスターがもしフィールドを離れる
ことがあった場合、マイフレンド永続魔法のもう一つの効果がありまして、はい、墓地のメモリーカードを3枚まで手札に加えることができます。ピュアリー、あ、ごめんなさい、ピュアリー速攻魔法ですね、まあ、はい、実質メモリーカードですけど、なので使った分の 手数が全部戻ってくると考えると、まあ、やられてももう一回行けばいいしなみたいなところの考えが長谷川選手的には持てるので、はい、おっと自分のモンスターですかね、クロックを選びましたか。墓地のビッグウェルカムラビリンスの効果でクックロックを戻して、トラップカードの効果によってフィールドを離れたので、それぞれフィールドのアリアンナ、そして墓地のストービーが誘発しています、はい、墓地のストービーはトラップカードの効果でモンスターが離れると特殊召喚でき、アリアンナはドローができます。これでまずは手札増強、そして盤面をさらに固くしていく動き、山下圭次郎選手。そうですね、ストービー守備力2000ありますかね、はい、ハピネスも今のところ2000なので、まあ、やられずに済むなと、はい、自分の、山下選手側からしたモンスターが守備力2000、そして守備力2900、そして戦闘で破壊されないアリアンナ込みで全部破壊されないと、はい、ハピネスの攻撃力2000では、そういう状況を作りたいですね。さらにストービーもですかね、バカラも手札1枚捨てつつ、トラップカードセットできつつ、はい、クックロックの効果でそのターントラップカード発動できる状況まで今行ってますよね、山下選手側行ってますよね。ここでさらにラビリンストラップカードをこのターン発動できる状態でセットできるよという動きも見せている、はい、まあ、マイフレンドで不用意に手札を手数を増やすことをするのではなく、自分のカードを対象にしていろんなカードを誘発させて、はい、まあ、攻めにくくさせたという判断をしてますね、うん、さあ、ピアリーハピネスでダメージを与えつつ手札を稼いでいきたいところなんですが、山下選手のトラップ戦術が目に見えた状態で待ち構えている、うん、考えてますね、はい、ピュアリーマイフレンドの墓地から手札に加える効果も、この先ほど捨てていた縮心臓ケルドーで遅延すると速攻魔法もデッキに戻されてしまう形になってますかね。そうです、ダメージステップ以外であれば、はい、戻されるのが分かっているので、逆に墓地から戻しデッキに戻しますよというのは確かに可能ですね、はい、これ戦闘行ってますよね。戦闘行って攻撃力半分にして、ハピネスで今ピュアリーカードを手札に加えようとしているところですね、はい、長谷川選手バトルフェーズまで進んで、ハピネスの効果によってピュアリーハピネスですね、効果によってピュアリーカードを手札に加えることができます、はい、アリアンナが1600、ハピネスが2000なので400ダメージ山下選手が受けて、まあ、加えた後攻撃力を半分にする効果もあるので、その処理も長谷川選手が行ってくるのではないかなと思いますね、はい、加えたのはデリシャスメモリーを加えていく、はい、まあ、山下選手もここはまだ妨害使わなくてもいいかなというところで、まずはダメージで済むならばというところかなと思いますが、はい、このバトルフェーズ中に先ほど加えたデリシャスメモリーをそのまま発動していく、はい、再び戦闘で破壊されたモンスターを選ぶことができるので、まあ、今度は自分のハピネスかなと思うんですが、ですね、この速攻魔法メモリーカードが発動した場合、ハピネスのようなランク2のピアリモンスターがいれば、はい、自分でチェーンしてそのメモリーカードを自分のエクシー素材に吸い込むことができますので、はい、そうすることでメモリーたちの持つエクシー素材となっている時の効果が、まあ、バトル中にもね、はい、あの吸収、まあ、効果が使えますよという状況にもなりますよね。デリシャスメモリーは素材となると、はい、素材の数 ×300 アップするという攻撃力が上がる効果も持っています、はい、なのでこれこのまま処理が進めば900アップの状態でもう一回攻撃することもできますよと、はい、この効果に対してチェーンするとこの、はい、エピアリーハピネスの素材になる効果は使えないっていう、はい、そうですね、山下選手側がチェーンを挟むこともできますので、はい、その山下選手側が何も使わないのであれば優先権が戻ってきて長谷川選手が選ぶんですが、まあ、当然させずと、そうですね、素材が増えるぐらいなら、まあ、ケルドを使って墓地のカードをきれいにしていきました、はい、ともすると長谷川選手が逆に言うとこのケルドをここで使わせたかったというプレイかもしれませんが、そうですね、手札を捨ててピュアリーも特殊召喚する処理まで行います、はい、捨てたのはピュアリープ、ピュアリープ先ほど加えていたカードを捨てながらデッキからピュアリーモンスター特殊召喚できます、はい、まあ、山下選手がケルドで戻す中に強欲で貪欲な壺もあったんですけれども、はい、一度発動してますからデッキのカードが10枚除外されている状態で2回3回と使うのはなかなか厳しい状況もあり得るので、はい、まあ、相手からしたら無駄になるであろうカードをわざと戻させて、はい、まあ、ドローの可能性を少し減らすというこれも細かいながらも、はい、高等なテクニックですよね。さらにこのピュアリーデッキ的には、はい、ピュアリープランプですか、墓地の魔法トラップカードを素材に、はい、自身の素材にすることも、はい、
できるということで、まあ、墓地に魔法は貯めたくないなというところなんですが、さあ、先ほどデリシャスメモリーで特殊化したピュアリーの3枚めくる効果は不発ということになりました、はい、やはりありませんでした、はい、2回目の攻撃、ピュアリーハピネス2000のままハッピーメモリーの効果で、もう1回攻撃しますので、はい、まあ、アリアンナですよね。アリアンナに、はい、ダメージを取りに行く、はい、ここからまだバトルフェーズと、先ほどの勝利で攻撃力半分におそらくしているので、はい、ダメージが増えてますね。ハピネスのもう一度効果が発動して、はい、ハッピーメモリーをデッキか手札と加えていきました。さあまだいきますか、うん、バトルフェーズ、おそらくバトルフェーズまだある、うん、ハッピーメモリーに対してハルウララ、これも遅延されているのでエピアリーハピネスの素材は増えず、はい、まあ、ここでもし素材になっていたらさらにハッピーメモリーが増えたことによってもう一回攻撃できることになってたので それを阻止したと、はい、さあちょっとシャッフルじゃないんじゃないかという処理がもしかするとピュアリーの不発になった場合はシャッフルではなくて下に戻すでしたよね。そうですね、はい、先ほどの処理のものが混ざってしまうので、はい、それは除いて引き出していただいて仕切り直した、はい、さあバトルフェーズ中の連続攻撃は山下選手の起点によって全て防いだ形になりますので、はい、まあ、そこからメインフェーズ、まあ、まだ動けるかもしれないですけど、そうですね、手札が残り2枚、長谷川選手、はい、やはり強欲で貪欲な壺も込みで手数はだいぶ増えているので、はい、ここまで結構大胆な攻めが、ね、見られたと思うんですけれども、ただやはりピュアリー的には速攻魔法カードをそのピュアリーモンスターを出す効果まで使うと、はい、どんどんと手札が2枚ずつ消費されていってしまうので、そうなんですよね、もちろんそれを補う構築をされてはいる、まあ、強欲で貪欲な壺とかがその一つだと思うんですが、はい、ただこの速攻魔法の発動を2回とも防がれているので、ここはエクシーズモンスターにメインフェーズ2に入ってますね、うん、はい、ダウナードマジシャン、メインフェーズ2で、ランク3以下のモンスターに重ねられてダウナードマジ、はい、ダウナードマジシャンをエクシーズ召喚した後、このカードですよね、はい、こちらはネガロギア、アーゼウス、エクシーズモンスターが戦闘を行っていますので、そのモンスターに重ねてエクシーズ召喚することができます、はい、素材2つ取り除いて自身以外のカードを全部墓地送りにするのを、素材が4枚ありますので2回使えると、はい、相手ターンでも発動できる、はい、ですがまずはこのターンに使っていく、一旦この状況をリセットする、まあ、相手のカードを墓地に送るのに今使いました。ここでそうですね、ここに何かあるかどうか開いてくるか、セットカードずっとね先ほどからセットされている状況なので、前のターンからどんなカードかなというところは気になるところですが、さらにねレディー・オブ・ザ・ラビリンスがいますので、まあアーゼウスの効果が通ってしまうとレディー・オブ・ザ・ラビリンスの効果でセットしたカードも墓地に行ってしまうんですが、まあおここはあなるほどストービーの効果ですね、これも相手ターンで使えるのでクックロックを捨てつつ、はい、トラップカードをデッキからセットする効果があります。アーゼウスの効果のチェーン上で、はい、場からストービーの効果を発動していますね。墓地に送りたいことも考えられるでしょうか。あ、まあ、まあ、ビッグウェルカムラビリスの方が墓地なのでお得なカードなんですけれども、はい、効果もあるカードになりますが、チェーンはありませんと。さらにチェーン、はい、無限ホールドがある。しかし、まあ、同一チェーン上で発動できますの で、はい、もう一個の効果を使って全部墓地送りなんですが、そうするとあでもそうか、最終的に2回、あ違うな、そうか、1回目の効果は無限ホールで無効になって、無効になる前に1回そうです、ね、リセットしてる、はい、で、結果ストービー有効ですよね。なるほど、はい、アーゼスは使ったんですがその後に処理していくので、ストービーの効果によるトラップカードのセットは有効、はい、おさらいするとチェーン1ネガロギアアーゼス、はい、チェーン2、ストービ ー、チェーン3、はい、あー応用ですか、そうですね、チェーン3無限応用、はい、チェーン4アーゼスなので、チェーン4のアーゼスが今全部のカードを墓地に送りました、無限応用でアーゼス無効になりました、ストービーの効果でセットされます、無効になってるんで最初のアーゼスの効果は無効、はい、はい、ここまでいくとアーゼス2回分の効果を耐えているこのラビリンスデッキ、はい、そうですね、無限抱擁を、まあ、踏まえたプレーだったというところですよね、山下選手側、はい、これですこれによって、まあ、ラビリンス魔法トラップカードいずれかを1枚セットできるので、次の攻め手を用意することもできる、はい、しかもアーゼスの素材を使い切らせたと、はい、まあ、守備力3000をどう突破していくかとい
というところもあるかなと思いますが、そうですね、レディオブザラビリンスは攻撃力3000ですので、はい、そのままデッキから特殊召喚しても、まあ、戦闘で破壊するのはもう一工夫必要だなというところがあるんですが、ビッグウェルカム、セットカードはビッグウェルカムラビリンス、はい、まあ、これでまたねストービーなどが誘発して戻ってくる、ね、特殊召喚することもできますので、はい、手札かデッキか墓地からラビリンスモンスター一体を特殊召喚し、その後フィールドのモンスター一体を手札に戻すという効果、このトラップカードの効果によって、はい、モンスターが場を離れたことによって各種ラビリンスカードが誘発していくと、はい、それが、ね、ラビリンスデッキの特徴ですよね、はい、特徴であり最大の強み、本当に墓地にいろんなその条件を持ったカードが揃っていれば全部返ってきたりしますから ね一気に手札がガッと増えたりもしますので、はい、手札も非常に強力なこのトラップカード、はい、さあ長谷川選手、アーゼウスの効果で盤面の処理には成功しましたが、カードを1枚セットしてターンエンド、はい、さあかなり攻防はありましたが、お互いライフポイントはまだまだ、はい、あでも楽しそうにデュエルされてます ね、 そうですね、残っている7500対6400、はい、さあここでビッグウェルカムラビリンスが残った状態で山下選手へとターンが移っていきます、はい、まあ、モンスターを特殊召喚して自分のモンスターを、手札に戻すところまでが処理なので、まあ、その後召喚できるモンスターであればビッグウェルカムで戻したモンスターを再度召喚し直して効果を発動したりなどができますね、はい、あとはストービーがそのまま墓地から特殊召喚できる条件でもなるし、おっと召喚、まずはクックロック通常召喚、はい、そしてビッグウェルカムラビリンスを発動、はい、こうすることで、手札で墓地からビッグウェルカムラビリンスの効果で特殊召喚できるんですけど、フィールドのモンスターを戻さなきゃいけません、はい、1体だとそれを戻す必要があるんですが、はい、クックロックを召喚することによってそっちを戻すことで、実質ビッグウェルカムラビリンスで出てきたモンスターは場に残せるんですよね、はい、かつトラップカードの効果でフィールドのモンスターが場を離れたことにもなりますので、はい、出てきたモンスターなり墓地にあるカードなりが誘発できると、うん、いやアーゼウスを食らってはいるんですがリカバリーができそう山下選手側、うん、ここまでの山下選手結構消費が激しい印象があったんですけれども、はい、しっかりとこのビッグウェルカムラビリンスにつながるようなクックロックのドローができた感じですかね、そうですね、ここでラビリンスモンスター一体いるかいないかはかなり大きかったかなと思うんですが、はい、さあ特殊召喚するのはデッキから特殊召喚、うん、こちらの白金の城のラビリンス、はい、このカードがフィールドにいる状態でトラップカードの効果でモンスターが場を離れると、はい、手札フィールドからカードを1枚破壊できるので、まあ、攻撃力は2900なんですが、まあ、アーゼウスなりを狙うことができるよと、はい、クックロックが戻ったことによって白金の城のラビリンスの効果も発動しますし、ストービーも誘発したんですがセットカードは無限包容、うん、アーゼウスを守る、いやこれは2900ではアーゼウス突破できない、そうですね、ただストービーは場に出てくるのでそこからまたね、はい、動いたりできますよね、リンク等々の動きはできるかなという山下選手側、はい、効果を使ったり、まあ、次のターンに備えて、ね、効果を使ったり、リンク召喚狙ったりもできますよね、はい、クックロック手札に戻ってますし、はい、コストがある、ストービーの効果も発動できるんですが手札が少し足りないですかね、もしかするとクックロック1枚のみかもしれません、はい、まあ、このターンで欲張らなくても長谷川選手のターン、フィールドではアーゼウスしかおらず手札も、はい、1枚ですかね、おそらく、はい、ここまで使ってきてしまって、はい、使い切ってしまっているので、扱い切っているというか、まあ、減ってしまっているの で、ね、まあ、次のターンを見越してカードをセットするなりすればビッグウェルカムラビリンスの墓地の効果も使えるようになったりしますので、うん、この白金の城のラビリンスを維持しておけばビッグウェルカムラビリンスの墓地の効果で相手のモンスターも戻すことができると、戻すし破壊もできますよね、はい、戻ったことによって白金の城のラビリンスの効果も発動することで都合2枚は処理できる、はい、残っても強い、この白金の城のラビリンスをいかに強力な状態でフィールドに引き出すかっていうところに役立つのがこのストービーだったり、うん、まあ、あのトラップカード発動する効果ですけどクックロックだったりするところがありますよね、はい、これでアーゼウスは少し突破できない、このターンライフを削りに行くことはできないんですが、まだ墓地含め盤面は強そうな山下選手側、はい、墓地を確認します、はい、ピュアリー側はそうですね、まあ、墓地の魔法トラップカードをプランプの素材にできるかなというところ以外は、はい、ピュアリープがあるかなぐらいですかね、はい、ピュアリープの墓地の効果はピュアリーモンスターをデッキに3枚まで戻せるという効果なので、まあ、使い切ってしまったピュアリーモンスターたちをリカバリーできるような効果もありますので、デッキからいっぱい特殊召喚してしまうとデッキのピュアリーがなくなってしまうことがあるので、それをリカバリーするような効果だったりしますよね。手札が次のターンで2枚おそらく長谷川選手なりますので、まあ、2枚あればピュアリーの速攻魔法の動きは
できるかなというところなんですが、完全に個人の好みの話で恐縮なんですけど、このなんか駆け引きの中でお互いに消耗してってしのぎを削る合う感じ、なんかめちゃくちゃ痺れるなっていう、そうです、すいません、なんか楽しいですよね、こういうなんかじりじりとした戦いを見てるのが。最初のこの1ターン目のお互いの手札の消耗は激しかったんですが、はい、そこからやはりね、山下選手も長谷川選手も最適解導き出していますからね、はい、あゼウスが硬いですね、これは3000。いやまさになんか山下選手もそういう表情をね、はい、ちょっとされてますよね。100足りないんだよなっていうまあ100いってても3000で戦闘では突破できないんですが、はい、さあやはり手札山下選手1枚ですので、クックロックのみ、はい、ここはなかなか使う厳しいかというところですが、クックロック込みでストービーの効果、デッキからピアリ、失礼しました、ラビリンス魔法トラップカードをセットする、はい、まあ、墓地にビッグウェルカムがあって、ビッグウェルカムの効果は一度に、まあ、フィールドと墓地の効果が、あ、なるほど、無限包容のラインですよね、そうですね、いずれか一つなので、別のカードをウェルカムラビリンス、ウェルカムラビリンス、デッキからラビリンスモンスターを特殊召喚する効果を持っています。はい、まあ、これでアリアンナを特殊召喚すれば、そうか、墓地にある状態で手札のカードが墓地に送られたので、はい、クックロックが手札に戻りますよと。手札に戻るか特殊召喚できるんですが、手札、いやそうですね、これから手札に戻して初、はい、使ってラビリンスがいるときに通常トラップ使えるようにして、で即発動、コストで送られたクックロックが自身の効果で戻ってきて、はい、まだ効果発動していないので手札から発動、はい、それによってラビリンスモンスターがいるので、このターンセットしたトラップカードがこのまま発動できる、はい、ウェルカムラビリンスがそのまま発動できたと、はい、デッキからラビリンスモンスターを特殊召喚する効果、はい、アリアンナ、ラビリンスサーバントアリアンナを特殊召喚していきます、失礼しました、ラビリンスサーバンツアリアンナ、はい、まあ、これによって、特殊召喚し成功したので、ラビリンスモンスターを加えることが、ラビリンスカードであれば、カードを加えることができますので、はい、まあ、モンスターのレディーオブザラビリンスを加えて、ラビリンスの効果が発動したターンでもあるので、手札から特殊召喚してと、うん、はい、いうこともできますし、まあ、はい、別のトラップカードを持ってきてもいいですと。このアリアンナの手札に加える先が非常に潤沢、そうなんですね、ラビリンスデッキ、さらに場面に残り続ければドローとして、さらに手札を稼ぐことができる、うん、破壊とドローと墓地の効果とよりどり緑、はい、加えていくのはラビリンスシャンドラ、はい、まあ、ストービーとクックロックはもう揃ってますので、シャンドラを持っていこうかなと、はい、これでまあ3種類揃いましたね、はい、シャンドラも手札からもう1枚捨てることによって、ラビリンス魔法トラップカードをセットすることができる、はい、なってますね、モンスターを使ってリンク召喚していきましたね、はい、アリアンナと白金の城のラビリンス使ってデスキャスターですか、うん、悪魔族2体で特殊召喚できます、はい、魔界特派員デスキャスター、まあ、墓地の悪魔族をね、手札を捨てることによって特殊召喚できますので、今使ったモンスターを即座にフィールドに戻すことにもつながりますね。これでリンク数を稼いでいる、そうですね、そういうことも選択肢にはなってますね、はい、先ほど加えたシャンドラを捨てて、今一度白金の城のラビリンスを特殊召喚、はい、この後ターン終了時まで悪魔族しか特殊召喚できない状況ではあります、はい、そしてこちらの白金の城のラビリンス自体の効果を使って、うん、墓地のトラップカードをセットして、はい、まあ、悪魔族がいないと発動できない状況ではあるんですが、再利用したと、はい、使い終わったトラップカードを再利用できるのがこのカードの強みですよね。こうなると長谷川選手側もピュアリーモンスターを出して、その後その効果でさらにピュアリーのエクシーズモンスターに変身していきたいところなんですが、それを無限包容で止められてしまうというところになっておりますね、うん、そして墓地にビッグウェルカムラビリンスもある、はい、さあ長谷川選手へとターンが移っています。まずはアーゼウスの表示形式変更、デスキャスターの効果がありまして、はい、フィールドのモンスターが戦闘効果で破壊される代わりにフィールドの悪魔族をリリースできますので、まあ、白金の城のラビリンスを守る肩代わりとしてリンク召喚したという線もありますよね、うん、はい、さあ表示形式変更したところでビッグウェルカムラビリンス墓地の効果発動、あですが戻っていく、でトラップカードの効果でフィールドを離れたので、まず白金の城のラビリンス、そしてシャンドラ、ストービーの、はい、それぞれの効果が発動、はい、シャンドラが手札に、ストービーが手札に、あストービーが、場に特殊召喚ですね、はい、でさらにビッ、あごめんなさい、ウェルカムラビリンスの効果も発動して、はい、なんと3枚戻ってくると、はい、一気にアドバンテージ稼いでいきました、はい、
この消耗戦に強いところがね、いやそうですね、恐ろしいですよね。ウェルカムラビリンスも通常トラップカードの効果でモンスターが場から離れた場合に墓地からセットできる効果があると。はい、白金の城の効果で手札から破壊してそれがマイフレンドだったと、はい、これは厳しいですね。そうです、後続の好きな速攻ピュアリ速攻魔法を加えることができるカードではあったんですが、手札破壊によってピュアリマイフレンドが破壊されてしまう。ストービーのバカラの効果、はい、シャンドラ捨てて、あ、ターンも変わってますね。ビッグウェルカムラビリンス、はい、まあ、相手のエンドフェイズですかねこちらは。で、はい、ビッグウェルカムラビリンスをセットしておいて手札から捨てられたことによってクックロックが墓地で誘発して手札に戻ってきます。特殊化のみですけど、また効果を使って、はい、セットしたターンのウェルカムラビリンスをこのターンで使っています。はい、はい、ビッグウェルカムはこれセット状態ですよね。でターンにセットしたカードですね、はい、はい、ウェルカムラビリンスの効果でさらにラビリンスが出てきて、デッキからラビリンスモンスターを特殊感することができる。はい、続く続くぐる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 続きますね。はい、これで今一度ラビリンスサーバンツアリアンのデッキが特殊召喚、はい、ラビリンスカードをさらにデッキが手札に加えていく、手札が途切れない、はい、クックロックシャンドラーでもほとんどのラビリンスカードがもう揃ってる状態でさらにダメ押しの特殊召喚からの効果、はい、こうなってくると、はい、まあ、もうずっとラビリンスカードの効果がガンガン誘発していきそうなところなんですが、加えていったのはレディーオブザラビリンス、はい、ラビリンスの効果使ってますしトラップカードも、ね、発動しているのでこのターン特殊召喚できると、はい、攻撃力3000のモンスター、攻撃できる状態のモンスターを増やして、はい、ターンを迎えてターンが返ってます。攻撃表示、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 3000と2900、デスキャスターも1000、はい、しかもビッグウェルカムラビリンスもあるんで、はい、攻撃全ての攻撃が通っていって、まずは1本目山下選手、いやいやいやコートですよね。さあ2本目の方が始まっていきます、はい、まず1本目制したのは山下選手側。さあそして残り試合時間もかなり少なくなっているようです。残り試合時間おおよそ3分ほどだったので、さあまずは長谷川選手が先行取っていきますね。はい、山下選手が1本、選手してます。さあエキストラターンも見据えてライフポイントの優位さを作りつつ動いていきたいところではありますが、まずは金満で謙虚な壺を発動していきました、はい、6枚ですかね、エクストラデッキ裏側で6枚選んで除外して、はい、デッキの上からその数めくって、まあ、6枚ですね、6枚めくって1枚加える。このターン効果のドローと、効果のドローができなくなって相手に与えるダメージが半分になる、まあ、先行なので、はい、ダメージ云々は関係ないと思うんですけれども、ね、まあ、必要なカードを探しに行っているということですよね。6枚除外してデッキの上6枚めくれますから、はい、ほぼほぼいいカードにアクセスできる、うん、ギラギラうらら参戦の際強欲で貪欲な壺、強欲で貪欲な壺、ピュアリープ最後の1枚がピュアリーデリシャスメモリー。このレアリティのこだわりっぷりもすごいですね。そうですね、ギラギラ、いや、まあ、引きたいカードは、まあ、メモリーのデリシャス、あ、なるほど、はい、そっち行きますか。うららを引いてきました。はい、残りのカードは好きな順番で下に戻すと、はい、そうすると手札はもしかしたら潤沢かつ相手のカードに対する妨害をまずはここで引いていって、はい、備えをしていると、うん、ピュア、ストレイピュアリーストリートからのプリティメモリー、ピュアリープリティメモリー、ストレイピュアリーストリートがあることによってこのターン特殊召喚されたピュアリーモンスターは相手の効果の対象にならないと、はい、あとプリティの効果でお互いに1000回復して9000、はい、9000のなった状態でリリーを捨ててピュアリーを特殊召喚、ここは効果通ってきます。出したのはピュアリーリリー、はい、カードと同じカード、速攻魔法以外のピュアリー魔法トラップを加える効果ですね、はい、その効果まで発動していきます。速攻魔法以外のピュアリーカードでした、はい、まあ、はい、マイフレンドですねここは、はい、まあ、500ライフは失ってしまいますが好きなカードにアクセスできるというところで非常に重要なカード、はい、さあここで同じ名前のカード3枚であれば、はい、先ほど加えていましたけれども確定で加えることができるところですが、ここはデリシャスメモリー、デリシャスメモリー、まあデリシャスメモリーと、うん、3枚の中からランダムで加えるんですが同名カードを選んでますので確定で手札へ加えることができるピュアリーデリシャスメモリー、このデリシャスメモリーがね、あのプランプにつながるので、そうですね、優先度が高めですよね、はい、さあそしてなるほど、墓地効果を使ってせずに、はい、墓地に送ったのをリリーで参照してプランプにしてと、プランプを目指したかったのでここは手札を捨てずにプランプになるためだけにデリシャスメモリーの効果を発動していく、はい、
でプランプの効果で墓地の魔法トラップカードを2枚まで素材にできますので、はい、今素材4枚いいですね。この素材が増えていってるので、あと1枚あれば、はい、メインフェーズ中にランク7に、ランクアップできたんですけれども、ランク4、ごめんなさい、素材が4枚の状態でピュアレイストリートの、エンドフェーズの効果ですかね、はい、デッキから素材に仕込めますよという効果を使ってさらに素材を増やしていくんですが、まあメインフェーズではないので、乗っけられない状況ではあるんですが、ここは制限カード、はい、スリーピーメモリー、はい、相手のスタンバイフェーズに1枚ドローできますので、ここでね、手数を増やすこともできますよね、はい、非常に強力。これによって相手のターンに1枚ドローすることもできる、はい、長谷川選手。そして手札は先ほど加えたハルウララ、そうですね、それで、アリアンナなど、まあウェルカムラビニストラップカードに対して牽制ができると、はい、牽制しているという状況ですね。さあターン移ります、山下選手側のターン。さあドローフェーズ中に考えてますかね。スタンバイフェーズに行くと、はい、スリーピーメモリーの効果が発動しますので、相手にドローされる前に何か使っていきたいところですが、ここでエキストラターンに入ったようです。はい、山下選手のターンからですかね、はい、このターンを0ターン目として追加の3ターン、長谷川選手1ターン、山下選手2ターン、長谷川選手3ターン、そこで決着がつかない場合はライフ差を持って勝敗が決定します、はい、これドローフェーズですかね、おそらく。おそらくそうですね、まだドローまで行っていないかなと思いますので、長谷川選手側の、はい、ドローフェーズに手札のストービーの効果で手札を1枚捨てて、はい、トラップカードをセットしようかなという動きな感じがしますよね、はい。まあ、何をストービーの効果で手札から捨てるかを、はい、まあ、考えているところ。こうすることでラビリンストラップカードが、ごめんなさい、ラビリンス魔法トラップカードがセットできます、はい、捨てたのが、アリアーヌの方ですね。アリアーヌ、はい、ラビリンスカードが通常トラップを捨てることでデッキから悪魔レベル4を特殊召喚できますよね、はい、盤面に悪魔族モンスターを増やすことができるアリアーヌ。あ、捨てられるのはごめんなさい、通常トラップカードのみでした、はい、失礼しました。で4以下の悪魔族モンスターを守備表示で特殊ができるんですが、まあ今コストとして捨てられたと。これによってストービーの効果で盤面にまずはラビリンストラップカードをセットできる、はい、セットする効果はハルウララでも止められない。そうですね、デッキからクテライワイルとかではないので、はい、これによってセットしたのがビッグウェルカムラビリンス、はい、まあ、クックロックとバニーモンスラビリンスモンスターがあればこのビッグウェルカムラビリンスもこのターンに発動できるようになる。これもしかすると相手のエンドフェーズに発動する可能性ありますね。失礼しました。そうか、そうですね、そうすることで自分のターンで使いますもんね、はい、なるほど、失礼しました。ラビリンス、このストービーも相手のターンで発動することができる効果になってますので、はい、おそらく相手のエンドフェーズに発動してラビリンスの効果が発動したのでレディオブザラビリンスを特殊召喚した状態で山下選手のターンですね。これでターンを迎えて、はい、レディオブとビッグウェルカムがある状態でターンを進行できると、はい、エキストラターンはそうすると長谷川選手のターンで入って。あ、なるほど、ありますね、そうですね、そこもカウントがずれてしまいました、はい、すみません、失礼しました。で山下選手のターンが1ターン目、長谷川選手のターンが2ターン目、もう一度山下選手が3ターン目の予定ですね、はい、今は1ターン目。さあスタンバイフェーズですのでスリーピーメモリーのドローもありそうですが、長谷川選手側これも、今度こそドローフェーズですかね。ここが山下選手のドローフェーズ。さあ手札デッキ墓地からラビリンスを特殊召喚してというところに、まあ、レディオブで通常トラップ増えちゃうんでハルララを先ほど加えていたカードを使ってきました、はい、さあそれに対応して無効と。これでまずは見えている妨害ハルララは使わせました、山下選手側、はい、攻撃力3000のモンスターを盤面には定着させる、はい、スタンバイプランプの、はい、素材となっているスリーピンの効果で1枚ドローしました長谷川選手。減った手札を、増やしていくのに加えて手札から使えるモンスター効果があればそれを引いていれば使える状況にもなると、ね、プランプもデリシャスメモリー素材になってますので攻守が、ね、上がってますよね。攻守上がってますね、素材かける500。そして今カードの発動に手をかけていて発動、うん、セットカードピュアリープ、うん、さあ通常トラップなので通常トラップなので、はい、レディオブザラビリンス効果が誘発、はい、これ今墓地のテキストを書く、はい、あ、そうか、プランプの効果も使って相手のトラップカードを自身の素材にした後、はい、ピュアリープによってエクスピアリノアール、なるほど、こうすることで素材が、ね、増えましたね、はい、素材は 1,2,3,4,5,6 素材、6 7, 7ですね、失礼しました、7素材の、はい、
エクスペリノアル、魔法4枚、エクシーズ1体、はい、効果モンスター1体、トラップ1枚で7、はい、そしてレディー・オブ・ザ・ラビリンスの効果で、トラップカードですかね、はい、通常トラップカードをデッキからセットできます、はい、お互いのどっちかが通常トラップを発動したのに直接支援する形で、はい、デッキの通常トラップカードをデッキからセットできますと。セットしたように見えたのがトランザクションロールバックだったんですが、変えてますかね、次元障壁。なるほど。このエクスピアリノワールというモンスターが素材が5つ以上ある場合、相手の効果を受けないという効果を持ってまして、はいはい、それを止められるのが次元障壁ですよね、うん、発動した効果を受けないんですが、次元障壁は、エクストラデッキから出てくるモンスターの種類を指定して、そのモンスターを特殊召喚できず効果を無効という、はい、トラップカードなんですけども、はい、そうすることで、このターンエクシーズモンスターの効果が無効になりますよという効果が効いているので、その発動した効果を受けないというその時だけの処理ではないの、残り続ける効果なので、エクスピアリノワールド効果も 無効にできるよと、はい、次元障壁あくまでもその特定の召喚を無効にするだけじゃなくて、このターン中、はい、特定の召喚そのモンスターの効果をスキルドレインみたいな状態にすることができる、そういうことですね、わかりやすく、はい、はい、ただこのターンはセットしたばっかなので、はい、次のターン以降ですが、そこも踏まえての選択だったのかなと、あとクックロックなどがあればこのターンいきなり次元障壁も発動できると。そうですね、そうですね、ですが、いやここは発動されたら少したまらないかというところで、はい、エクスピアリーノワールさらに効果がありまして、素材を2つ取り除くことで相手のフィールド墓地のカードを1枚デッキの下に戻すことができます。この7素材の状態ですと2素材使っても、はい、5つ素材が残りますので、相手の発動した効果を受けない効果も残った状態で、相手のカード1枚をデッキの下ですね、はい、戻すことができると、相手ターンでも使える効果なのでいつでも戻せるよという効果なんですが、はい、レディオブザラピリンスはセットカードがあると、自分フィールドにセットカードがあると対象にならず効果で明かされないという、はい、効果を持ってますので、エクスピアリノワールの効果で直接デッキに戻ることはないんですが、ここで狙われるのは、これから出てくるカードもしくはセットカードという形ですかね。さあまずは金満で謙虚な、失礼しました、強欲で金満な壺、はいはい、メインフェーズ開始時に発動できて3か6枚エクストラデッキから裏側で除外して、その、除外したカードを3枚につき1枚、3なら1枚、6なら2枚ドローできる、6枚ですよね、このデッキで言えば6でしょう、はい、ここまでエクストラデッキ使わないと思いますので、6枚裏側で除外して2枚ドロー、手札が増えていきます。お互いにねドローを加速できる壺のカードを、ね、採用しているというのが印象的ですよね。そうですね、片や強欲で貪欲な壺、片や強欲で金満な壺、はい、このターン効果でドローができなくなるんですが手数は増えました、はい、エクスピュアリーノワールが構えられている状態でどう動くか、守備力もねめちゃめちゃ上がってますよね。そうですね、デリシャスがあって素材 ×307 なんで2100アップの、元が2800なんで4900ですか。うん、そもそも攻撃力でも突破できないところなんですが、まずはラビリンス、サーバンツ、アリアンナを通常召喚していきますが、その効果に対してエフェクトベーラー、うん、効果無効になります、はい、手札に加える効果が無効になりました。ピュアリープで特殊召喚されたこのノワールは次のターンのエンドフェーズに、エクストラデッキに戻るという特性がありますので、はい、自分のターンの攻めまでには使えるんですけれども、ずっと維持しておくことができるわけではないというところはありますよね、うん、エキストラターン入ってるというところもあるので、普通通常の、ね、デュエルでしたら受け流していくことでこのエクスペアリノワールを突破することも可能ではあるんですが、はい、長谷川選手の最後のターンまで残り続けますよね。そうですね、山下選手の4ターン目、はい、ルチンさん3ターン目か3ターン目には姿を消すことにはなるんですけれども、攻めには迎えると、マイフレンドの効果で攻撃、ね、ライフポイントが500減っている状態なので、このまま消してしまうようなことがあれば長谷川選手が敗北してしまうことになるんですが、そうならないように長谷川選手も攻めに行こうというところでライフを、ね、この攻撃力が高くなったノワールで攻めに行きたいですよね。さあ先ほども登場したデスキャスターをリンク召喚していきます。はい、手札を捨てて効果で捨てて墓地の悪魔族を特殊召喚できます。さあこれによって先ほどは盤面のモンスターを一気に増やすことに成功していました魔界特派員デスキャスターなんですが、はい、リンク召喚されたターンにはリンク素材にできないのでここから 3,4 と向かうことはできないんですが、はい、戦闘効果で自分のモンスターが破壊される代わりに自分フィールドの悪魔族をリリースできるんで、デスキャスター自身もリリースして肩代わりできるよという状況ではあります。いやこの高い守備力を持ったノワール、このターンでは突破できないと見て
山下選手側盤面を整えてターンを渡そうかというふうに見えたんですが、ここでエクスペアリーノアールの効果でデスキャスター自体をデッキへと戻していきました、はい、まだ素材は、ね、5つキープしているんですが、まあ、攻撃力は攻守は600下がった形になりますよね、はい、素材が2つ取り除かれまして、山下選手カードを2枚セットしてここは突破できずターンを渡していきます、はい、お互いのエンドフェーズにストレーピアリーストリートの効果で素材を仕込むことができますので、さらに増える、これによって今一度6素材そして 3P メモリーが入ってますので次のターンのドローも約束されている、次の相手ターンのスタンバイフェーズであればドローですね、はい、あとプリティメモリーですか、プリティメモリーがありますので相手のカードを素材に、吸ってしまうこともできますよね。さあ加えたのはハッピーメモリー、はい、プリティメモリーの、効果で1ターン1度自分のフィールドのカード1枚墓地を送って相手フィールドのカードを素材にすることができますので、まあ、使い終わったマイフレンドなどを墓地送って、まあ、マイフレンドはキープした方がいいかなというのが思うので何かしらセットしたカードなどをこそにやってるかなと思うんですが、まあ、セットされている山下選手のカードをエクシー素材にすることもできますが、先ほどセットしていたカード次元障壁ですよね、うん、それをデッキの下へと戻していく。さあ素材は少し減りましたが未だエクスペアリーノアールは健在。さあガンガン使っていってますか、はい、ここは減らせるカードは全部減らしていく、はい、素材が2つ取り除く必要はあるんですけれども、はい、一度とは書いてないので、うん、あるだけ使っていいよと、打てるだけまずは打って相手の盤面を荒らしていく、はい、脅威となるカードを全て取り除いて戻し切ってターンを迎えますか。こうすることによってでライフを取りにはいけそうな長谷川選手側、そうですね、盤面はさらち、そのアイフレンドの効果ですかね、ハルララを発動してます、はい、長谷川選手のターンでおそらくマイフレンドの効果に対してハルララ発動と、そうですね、マイフレンドですね、500ライフは失っていますので、まあ、ライフ差は1000、はい、なので1000以上のダメージをまず与えるところが長谷川選手としては第一目標、そうですね、で可能であればそこからさらにダメージを与えていきたい、このノワールはこのターンのエンドフェーズに、うん、エクストラデッキに戻ると、ノワール攻撃力1100、はい、バトル入ってますね、はい、7900ですかね山下選手、はい、そうすると100勝っててメインフェーズに、うん、アーゼス、はい、戻る前にしっかり使ってきましたね、ライフポイントの優位を作りながら計4素材のアーゼウスの展開、これランク3以下のモンスターに重ねられるので、あ、なるほど、そうですね、気づいてよかった、はいはい、あくまでもダウナードマジシャンはこっちはいけますね、はい、ランク3以下ですので、はい、素材ではなく、あ、4素材ではなく3素材のアーゼウス、はい、これでターンを返していく、さあ、さあライフ差100、これを守りきれば長谷川選手取り返せます、はい、山下選手のこのターン、このデュエル最後のターン、はい、さこれによってエキストラデュエルへと進むか山下選手が勝利するかと、瀬戸際の最後のターンです、はい、いやこの100がね、だいぶ壁が高いですよね、大きいですね、そして先ほどもちょっと突破に苦労していたアーゼウス、はい、守備力3000、そして一度フィールドカードすべてをさら地にすることができるアーゼウスが残っている状態からのこの山下選手のターン、ターン終了宣言したって感じですかね、なるほど、取り返しましたね、はい、これによって長谷川選手一本取り返し、はい、となる見込みです、まあ、山下選手攻めるターン攻撃に行けるターンは一旦のみということでの、はい、このエキストラデュエルなんですが、まあ、先行トラップカードを伏せていきたい、まずはクックロック、うん、ラビリスモンスターがいればこのターントラップカードセットしたターンに1回だけ発動することができます、はい、いやこれが強い、使うということは、あるよということですよね、あるよってことですよね、はい、セットするカードセットする効果のカードありますよ、ストービーがあります、あるこれですね、無限包容を捨ててはいるんですがデッキからラビリンストラ魔法トラップカードをセットすることができます、はい、ウェルカムなのかビッグウェルカムなのか、はい、まあ、さらにビッグウェルカムですね、クックロックの効果が誘発しますよ、ね、そうですね、ラビリスカードの効果発動するためにカードが捨てられていれば、はい、特殊召喚するか手札に加えることができるクックロック、はい、使っていく、クックロックの効果が発動して
まあ、盤面に残したいですかね。手札に加えていきますか。はい、手札にあればまた次のターン相手ターンと同じことができますよね、はい、しかしアリアンナを次に消化していく。クックロック、ストービー、アリアンナ、うん、まあ、先ほど言っていた集めたいカードにかなりアクセスしていけている状態。そうですね、ここじゃあ加えるのがシャンドラということになるんですかね、はい、まあ、状況にも読みにも、まあ、手札にないものを加えていきたいところだと思いますが、はい、さらに今セットしたビッグウェルカムラビリンスももう発動できる状態、はい、このアリアンナを戻すことにもつながりますよね、はい、さあ加えていきたいカード慎重に選んでいきたいところですが、それともまあレディオブザラビリンスなのか。レディオブザラビリンスももうこのターンラビリンスカードの効果使っているので特殊召喚できる状態ですね、はい、非常に受けが広いですね。アリアンナ側はラビリンスカードであれば何でもデッキか手札に加えることができる、はい、この対戦では登場してないですけど、あのラビリンスラビリンスっていうフィールド魔法があったりするんですけど、はい、そこも強力だったりするのでそれにつながるカードでもありますよね。好きなラビリンスカードがありますので選ぶ先は潤沢山下選手側。もうすでに2回分、まあ、ストービーとクックロックの、まあ、パーツといいますか、まあ、キーパーツは揃ってますので、はい、まあ、3つ目のシャンドラを加えていくのかリリブザラビリンスなのか、はたまた、まあ、ウェルカムラビリンスなのか。レディオブ、レディオブザラビリンス、まあ、こうすることで特殊召喚しつつビッグウェルカムを発動することによって通常トラップカードを相手の、デッキに有効的な活躍ができる通常トラップカードを用意できるということにもつながりますが、はい、チェーンを挟めば防げる、うん、エリーボザラビンス特殊召喚、そしてハルウララ効果発動によってビッグウェルカム止められるんですが、墓地の効果をこのターン相手のターンで使えると。そうですね、はい、レベル8以上の悪魔がいるんで相手のモンスターも戻せますよと。かつ、アリアンナでドローもできますよね、うん、ハルウララでビッグウェルカム止められているんですがなぜか次のターンの妨害になっていると。そうですね、はい、墓地から使える効果があります、まあ、でもこれを許してしまうと白金の城のラビリンスなどが出てきてかつ盤面のモンスター戻って相手の手札、はい、破壊したりなどができてしまうので、まあ、止めざるを得ない。あとは次元障壁なんかのカードをセットされたりというところが、ね、次元障壁はちょっと長谷川選手デッキ的に食らいたくないカード、ね、うん、エクシーズ召喚のデッキですからね、はい、これ手札2枚セットがない。はい、セットなしでターン化していく。墓地のビッグウェルカムラビリンスが、妨害の要と、はい、まあ、手札残り1枚は先ほど墓地から手札に加わっているクックロック、はい、という状態でターンを返していきます。さあハルウララは使っていますね。手札5枚からのスタート、エキストラデュエル、まあ、山下選手のターンを0ターン目としての1ターン目、はい、ここはまずはライフを取りに行きたい長谷川選手。エキストラデュエル3ターン目までの間にライフポイントが少ない方が、勝利と。あ、ごめんなさい、少ない多い方が勝ちですね。多い方が勝ちですね、すいません。さあ長谷川選手カルデッキはピュアリーデッキ、このターンでライフを取りに行きたいがレディオブザラビリンス守備力2900。いや、このビッグウェルカムが本当に強いですよね、はい、一回行動を阻害されてしまうし、そこを許すとどんどん他のカードが誘発して、でストービーなどが戻ってくるとまたクックロック込みでトラップカードが発動できるようになって、ね、ウェルカムラビリンスが発動できるようになってと。いや、難しいターンではあります。さあしかしお互い顔を見合いながら少し笑顔もこぼれるようなこのデュエル、うん、このデュエルに勝った選手が決勝戦へと進みます。さあなんとかこの盤面突破して、まあ、一度妨害を受けてしまうのが分かっているので、はい、そこから先に踏み越えて攻めるにはどうしたらいいかなというところをおそらく考えておられるのかなという気はするんですけれども、そうするとやはり、ピュアリーの速攻魔法を発動するために手札が減っていったりとか、はい、まあ、それをリカバリできるカードももしかしたら合わせて採用されているかもしれないんですけど、うん、まあ、手数が求められるところがありますので、そうなるとやっぱ先読み先読みで、分岐していくのを、まあ、どういうルートをたどるかっていう最初の一手はどうしても考え気味になってしまいますよね。はい、ここが重要。このウェルカムラビリンスをどこに
むしろ長谷川選手としては使わせるかみたいなところを考えてますよ ね。本命をどうやって通していくか、はい、相手が使いたくなるような動きをした上で、うん、さらに次の攻め手を用意していくことが求められる。さあまずはこちらのカード、ピュアリーリリュー、はい、速攻魔法以外のピュアリーカードを加えたいです、はいはい、ここは特に妨害なし、まあ、残していればマイフレンドありますね、はい、残してますね、はい、長谷川さんは残しました、はいはい、さあライフポイントを払ってしまうんですが、能動的に動けるカードを引き、手札に加えることができますので、ここは強気に効果を使っていくんですね、はい、500ライフは失いますが、ピュアリーマイフレンドの効果を使っていきます、はい、何を加えるかですよね。先ほどから同じ、例えば最初のデュエルだとハッピーメモリー、次はデリシャスメモリーでしたね、はい、3枚あるカードを確定で持ってくる動きを見せていました長谷川選手。ここから状況が変わっているところもあり、何を選ぶかなと、はい、デリシャスメモリー3枚、うん、デリシャスからやはりプランプにつながりやすいカードを選んでいって、はい、プランプが一番素材をたくさん溜め込むことのできるエクシーズモンスターになってますので、はい、それを狙っているのかなという、まあ、ピュアリープないしはメインフェーズに素材を5つ貯めて、はい、ノワールにつなげると。先ほど加えたデリシャスメモリー発動していきます、まあ、手札を捨てるかどうか。戦闘で破壊されないモンスターも選ぶんですが、まあ、ここはピュアリーリリーかなと、はい、墓地に遅れさえすればピュアリーリリーの効果で墓地の速攻魔法を素材としてエクシーズ召喚することもできると、はい、そうですね。手札を温存して次の速攻魔法のためのコストに使うのかどうかですが、ピュアリーを捨ててデッキからピュアリーモンスター特殊召喚する効果を選んでいきます。特殊召喚するのはピュアリー、はい、デッキの上から3枚確認してピュアリーカードを加えます。ピュアリー魔法トラップカードですね。ピュアリー魔法トラップカードを加えます、はい、ここは少しランダム性のある効果ですが、ここでピュアリーカードを拾えると手札が増えて非常に動きやすい。さあめくれるのはハルウララある、うん、うん、プリティメモリー、スリーピーメモリー、プリティメモリーであれば素材の時の効果で相手のカードを素材にしてしまえる、スリーピーメモリーであれば相手のスタンバイフェーズにドローができる、はい、しかも制限カードでもありますよね。さあバリューはかなりある3枚のめくれ方ですが、ここはうんプリティメモリーを選んでいきました。相手のカードを素材にできるのはかなり強力という判断ですかね。さあピュアリーモンスター2体展開、そして墓地にもピュアリー速攻魔法がありますので、ピュアリーリリーは他のエクシーズモンスターに変身可能、そして手札にもプリティメモリー加わっていますので、ピュアリー自身の効果で手札から速攻魔法カードを見せて変身することもできる、はい、両方ともね、はい、進化できますよね。エクシーズモンスターとつながりそうなこの盤面、まあ、2体のエクシーズモンスターを用意できれば、片方がビッグウェルカムで対処された場合、まあ、マイフレンドによってメモリーカードたちが手札に戻る状況にもなりますし、まあ、戦闘につなげることができればアーゼウスなんかも視野に入ってくるので、まあ、そういった、両方を攻めに行くプランというか、はい、エクシーズモンスター2体用意する戦略にしたという感じですかね、うん、ピュアリーの効果ですよね。今選択してました。ピュアリーの方を選んでいるように見受けられます、はい、出てきた後に対処してしまうとマイフレンドによって手数が墓地から、増えてしまうので、効果の発動に対して妨害を発動していきました、うん、手札に戻す効果、これによって、アリアンヌそしてストービーの効果が誘発していきます、はい、ストービーが特殊召喚、アリアンヌがドローですね、はい、これで一旦盤面に見えているピュアリー効果モンスターはリリーのみ、ただデリシャスメモリーを素材にプランプになることもできる、はい、さあストービー召喚そしてアリアンナの効果で1枚ドロー、さあと悪魔族を特召喚するか魔法トラップカードをセットすることもできる、そうですね、
で引いたカードは、まあ、トラップカードであればクックロックを捨てることによってそのターン即発動を1回だけ可能にもなる、ね、ストービーでセットしてもよしと。まあ、長谷川選手視点では使わせることにはつながっている感じですね。一度はそうですね、見えている妨害は使うことには成功していますが、まだストービーの場からでもカード1枚捨てることによってデッキからラビリンス魔法トラップカードをセットする効果もありますので、はい、まだまだ何が起きるかはわからないといったところ。まあ、ビッグウェルカムは墓地の効果か場の効果いずれか一つだったと思うので、そうですね、セットするにしてもウェルカムラビリンスの方になるかと。はい、長谷川選手手札5枚、うん、まだまだ動けそうですね。プリティメモリーもありますし、一旦確認中、少しデュエルの確認をしているかもしれません。さあ今は、ビッグウェルカムラビリンスの効果によって長谷川選手のピュアリーが、手札へと戻ったところ、そしてその戻ったことによってストービー、そしてアリアンナが誘発してカード1枚ドロー、そしてストービー自身が特殊化された。はい、あ、再開されてますかね。おそらく再開してます、ね、はい、リリー効果プランプを対象にしてデリシャスを対象にしてプランプ、あ、失礼しました。はい、おっと、対してディーディクロー、さあ墓地のカードを対象にして除外する効果、はい、参照できなくなったのでエクシーズモンスターになれず、はい、という感じになります。このままではピュアリーリリー棒立ち、そうですね、これは、まあ、手札に戻ったピュアリーを召喚して再び効果というのもあるんですが、ピュアリーリリーの効果によってクシーズモンスターになることは今防がれてしまいました。そしてプリティ発動、先ほど加えたプリティメモリーを発動、お互いに1000回復して、はい、手札を捨てればピュアリーが出てきますと。ここは捨てて後続出さないと長谷川選手厳しそうですかね。そうですね、なんとかエクシーズモンスターにつなげたい、そしてそこから、まあ、ハピネスで先ほどのように攻撃しに行くのか、まあ、アゼスを目指すのかというところで選択肢を作っていくことができますね。いや難しいターン、はい、ビッグウェルカムも発動させたんですが、ただ、まあ、山下選手側もクックロックがあると。いやここに対して何か山下選手も妨害あるかというところですか。ここはどうぞと、うん、いや手札にもピュアリーいますので、あと残ってるこのターン効果が発動できるピュアリーはあとデッキに1枚だけ、うん、これが最後の3枚目のピュアリー、墓地に2枚ありますからね、はい、ピュアリーリリーの変身する効果は一旦一度ですので、このピュアリーのみでこのゲーム決めに行かなければいけないんですが、これが最後のピュアリー、はい、3枚目、そうかリリーを召喚してますからね。そうですね、なのでここもともすると妨害されてしまうとピュアリーの方に、エクシーズモンスターに行けないんですが、ここはリリーを出しておそらくランク1を作っていこうという、はい、レベル 1×2 でエクシーズ召喚ですよね、はい、さあここに対して山下選手とりあえずここは OK、はい、きちんとね、あのエクストラモンスターゾーンの真下のエリアは避けてますね、山下選手、うん、レベル1のモンスターがいるとサクリファイスアニマというリンクモンスターで、ね、装備カードにされてしまうんですが、そこもしっかりとその2つのこの列開けて、はい、プレイしてますね、はい、サクリファイスアニマはケアしている。いや難しいなこのターン。さあエクシーズモンスターにで、まあ、仮にエクストラデッキの、リリカルルスキンやアセンブリーナイチンゲールなどで直接攻撃できるなどすれば、まあ、戦闘を行うことができて、そこから先ほど見えたダブナードマイシャンアーゼスなども行くことはできるんですが、はい、それに行ってしまうとアセンブリーナイチンゲールでしたら素材の数かける200アップ攻撃力ということなので400なんですよね、はい、またもやライフポイント100差、その数までバトルフェーズ中に攻撃というのもあるので、あ、なるほど、失礼しました。800当たりますか。そうですね、はい、まあ、ただ800以上はちょっともう1体レベル1が必要かなという、レベル1かけるモンスター2体じゃなくて2体以上なの で、ね、いるだけ素材にできるんですが、はい、このターンのダメージ800ですと次のターンの山下選手のバトルフェーズで
まあ、アーゼウスにまで見えているとはいえ、少し来ましたね。危険なようにも感じますが、アサキナイチンゲール。さあ、素材の数 ×200 の攻撃力400、素材の数だけ攻撃できるんで、都合 400×2 の800ダメージを今与えられる状況。まだ、はい、まだメインフェーズ。バトル。バトル行きましたね。はい。1回、2回と。800ですね、都合。これによって山下選手はライフポイント8200。はい。これでライフポイントの優位は長谷川選手が取っていく。これ1ターン目ですよね。はい、はい、次のターン、山下選手のターン、長谷川選手のターンと動いております、はい、次の2ターン目山下選手のターンでアセンブリーナイチンゲールが効果を発動すると、リリカルヌスキナーが戦闘効果で破壊されず、はい、自分が受ける戦闘ダメージがゼロになる、うん、第1ターンでも使える効果がありますので、はい、ここはもしかしたらアーゼスにならずにそうですねというパターンも考えられますが、クックロック、はい、クックロック効果発動のストービー効果で包容無限包容を切って、はい、このターントラップカードが発動できる状態でデッキからラビリンス、トラップカード、はい、ウェルカムラビリンスをセットしていく。おそらくライフ推移していないのでダメージ入る前に行動していますかね。あ、なるほど、はい、さあ捨てられたんでクックロックが反応して場に出すか手札に加える、手札に加えました。でウェルカムラビリンスが発動できる状態でセットされてます。はい、通常トラップカードの発動に直接チェーンできればレディオブザラビリンスの効果で別のトラップカードをセットできます、はい、攻撃しに行きました。そこでウェルカムラビリンス発動、はい、はい、じゃあチェーンすればレディオブの、デッキからセットする効果は防げますが、カードを手にかけている、はい、何かしらあるか。これはレディオブザラビリンスの効果を発動させる前にチェーンでレディオブザラビリンスの効果を妨害していきたい。はい、さあ発動するのは、うん、いや悩んでいますがハッピーメモリー、フィールドのカードを1枚選んで一度だけ効果で破壊されない状況を作れますと。さあラビリンスは出てくるんですが、はい、レディーボザラビリンス自体の効果は防げましたよと。あと札捨てますか。いや少し首をかしげてかなりせずデュエルが込み入ってますが、ここはチェーンを切っていってレディーオブザラビリンスでアドバンテージを取られないようにカードを1枚使ってきました、はい、これによってまずは山下選手ダメージが通る前にウェルカムラビリンスの効果を発動していく。デッキからラビリンスが出てきますね。さあトラップカードの効果でフィールドからモンスターが離れている状況ではないので、白金の城のラビリンスが特殊召喚されても、まあ、即時破壊効果が使えるわけではない、はい、ただ、まあ、白金の城のラビリンスがもし出てきたのであれば墓地のトラップカードをセットして、再利用できる状況でもありますし、アリアンナを出せば、テーマのカードを手札に加えることができますよね。クックロックも持っていますのでラビリンスが次のターン、この白金の城のラビリンスが生き残ったとしたら確かに即時発動できますよね、はい、墓地から拾ったトラップカードをクックロックの効果によって即時発動することができる、はい、まあ、それらの選択肢の中でどれにしようかと、はい、まあ、それを見せることによってアセンブリーナイチンゲール棒立ちよりはアーゼウスにくれてもいいんだよみたいな心も少しあるのかなと思います。そうですね、まあ、でも残ってる方が長谷川選手的にはそうですね、戦闘ダメージをシャットアウトできれば、はい、ライフ差が詰まることがないと思うので、うん、長谷川選手的にはでも効果でも破壊されないですもんね。一度ライフ差を作れればそれをキープできるような状況は作りやすいのかなという印象がありますが、はい、さあ出すカードは何になるのか。ウェルカムラビリンスでデッキから特殊召喚するカードを考えています。ラビリンスモンスターであれば何でも特殊召喚することができるんですが、はい、やはりこのアセンブリーナイチンゲールが少し辛いですかね、山下選手側。そうですね、まあ、改めてご紹介しますと素材を一つ取り除いて短終了時までジムフィールドのリディカルルスキニアモンスターが戦闘効果では破壊されず自分が受ける戦闘ダメージゼロになる、この効果は相手ターンでも発動できる。
山下選手のターンに入った瞬間にこのカードを使って無効化されなければ山下選手のターンで戦闘ダメージは発生しないと、長谷川選手への戦闘ダメージは発生しないと。今攻撃力400あって素材の数だけ攻撃できますので、しかも直接攻撃もできる効果なので、400×2 の800、山下選手側にダメージが与えられると8200になりまして300差がついて、はい、というところまではいくかなという見立てですかね。ここですね、山下選手のウェルカムラビリンスで何を出すのか。たったライフポイントの差300であれどライフポイント下回った方が負けてしまうというこのルール。さあデッキから出したのはラビリンスシャンドラ、はい、このカードもフィールドから効果発動できる効果になってますね。そうですね、使いますか、使いなんか選択してたような、あ、なるほど、はい、攻撃通りましたね。はい、ここはダメージが通っていく。アセンブリーナイチンゲール、400、400の800が入って8200になったかと思います。というところですかね、はい、シャンドラは手札フィールドからこのカードと手札を墓地へ捨てて、ラビリンス魔法トラップカードをセットできるとか、はい、ストービーと同じ効果ですね。クックロックがありつつ次のターンで1枚手札増えますので、はい、まあ、次のターンでシャンドラ効果をドローしたカードを使って何らかのカードをトラップセット、ラビリンス魔法トラップセットしてクックロックまで使うと、そのセットしたカードはそのターンに発動可能というところですが、はい、まあ、一時的な消費は手札の消費は少し大きめではありますが、その分条件を満たせば戻ってくるので、はい、うん、このターン使ってきました。クックロックを捨てて、うん、セット、魔法トラップカードセット、ビッグトラップカードウェルカム、あ、失礼しました、ビッグウェルカムラビリンスセット、はい、これによって次のターンのドローを含めてライフ差300を取り返す、うん、山下選手エキストラデュエル最後のターンです。これで長谷川選手のバトルフェーズが終わって、はい、終了ですかね。おそらく終了ですね、はい、ターン入ってますドロー2ターン目。さあこのターンが最後となるか、山下選手のターン、ライフポイント差残り300。そうですね、やはりアセンブリーナチンゲールで残してきましたね、はい、アーデスには行かずダメージをゼロにする方を選んできました。墓地を確認、このデュエルに勝った選手が決勝戦進出します。さあなんとかアセンブリーナイチンゲール、このカードを戦闘効果での破壊以外で突破して相手のライフを奪いに行きたい、うん、まあ、あと、はい、ターン入ってすぐ使うのではなく相手のカードの効果にチェーンして発動することで再びレディオブザラビリンスにチェーンさせない。なるほど、これで特定の通常トラップカードを持ってこさせない動き、はい、ここまで完璧ですね長谷川選手。そうですね、相手のレディオブザラビリンスを完全に封殺しています。このターン長谷川選手の受けるダメージはゼロ、そしてビッグウェルカムラビリンスの効果によってラビリンスが特殊召喚されて自分のモンスターを手札に戻す、そしてさらにフィールドの墓地のラビリンスたちが誘発していくと。この手数の多さによってここまで、ね、勝ち上がってきた選手となりますが、はい、特殊召喚するのは白金の城のラビリンス、はい、さあ手札に戻る効果も踏まえてフィールドのモンスターが離れることになりますので、はい、白金の城の効果で、手札フィールドのカードを破壊することにつながりますね。戻したのがレディー・オブ・ザ・ラビリンス、はい、戻ったことによってアリアンナの効果が誘発していきます。1枚ドローできます。さらにまだあると、うん、はい、これは全種類ありますよね、はい、ウェルカムラビリンス場から離れたのでセットされますよ。白金を選んで、はい、チェーン1、2、3、4、次が4、ストービーも場に出ますよと。シャンドラもありますね、シャンドラは手札へと加わります。ラビリンスたちの全員のパワーをフルで使ってなんとかあのアセンブリーナイチンゲール突破してダメージを与えていきたい。このターン山下選手
ビッグウェルカムはこのターン使ってしまってます。これは白金の城のラピスの効果ですね。はい、破壊しました。セットしていたプリティメモリを破壊。ここでドローですね。アリアンナのチェーン処理が、はい、チェーン 1ですから、ね、一気に手札増強。そうですね、まあ、特定のカード込みには墓地から回収しているカード込みにはなっているので、はい、菅手札の枚数はかなり増えているんですが、そして、まあ、ラビリンスないしトラップカードの効果発動したのでレディオブザラビリンスが特殊召喚ということですかね。特殊召喚であれば守備表示だと思うんですが、はい、ビッグウェルカムは、白金の城ですもんね。そうですね、出して別のカード、レディオレディオブザラビリンス戻してますので、まあ、自身の効果で特殊召喚されていると思いますので、まあ、本来であれば守備表示とのか、まあ、おそらくそうですね。おそらくですね、はい、おそらく。ただまあここは自身たちの効果ではこのアセンブリーナイチンゲール突破できなさそうですので、そうなんですね、ダメージを受けない、そして戦闘効果でも破壊されないという効果の処理が終わってしまってますので、はい、まあ、手数はかなりあって圧倒的なんですが、エクストラのカードでなんとか突破したいんですが、少し山下選手笑みがこぼれている。そうですね、受けるダメージ、戦闘ダメージならゼロなんで効果ダメージにつなげられればというところではあるんですが、はい、なかなか難しいですよね。これで、メインフェーズ1が今と、なるほど、スタンバイフェーズまでの動きですね。強欲で金満な壺、少し出したいモンスターもあってはいるんですが、まずは手札を増強させようということで、はい、6枚除外して2枚ドロー、はい、ともするとこの後のこのナイチンゲールを何か突破できるようなカードがもしかしたら除外されてしまうかもしれないというリスクを負いながらも手札を増やしていった。そうですね、エクストラデッキ的にはそうですね、はい、まあ、手数は十分。そうですね、いや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 、非常に強固な体勢、アセンブリーナイチンゲール、効果でも破壊されない、戦闘でも破壊されない、戦闘ダメージはゼロ。作ったリードを離さないっていうのがかなりこの状況では厳しいですよね。たった300のライフ差ですが、それが覆らないか。さあシャンドラの効果、はい、強欲で金馬の壺を捨てつつセット、ラビリンス魔法トラップカードをセットするんですが、ここは、まあ、ダメージが通らないので、通らないということを見越しての、はい。